こんにちは、皆さん。ですね、今日はね、結構プロダクティブに、一日過ぎてって言ってます。はい。朝、このワークアウトの服を見て分かるとおり、私はジムに行ってきました。30分、きっちり歩いたり走ったりして、よし、今日もやったぞと。ここ、3日ストレートでジムに行けてるね。で、トレッドミルを、このウォーキングのさ、ランニングマシンできてるから、よしと思って、で、その後、図書館に行って、宿題して、プリントしなきゃいけないのプリントアウトしたりして、で、その後、旦那と会ってランチを一緒に食べて、で、帰ってきたっていう感じなのね、今。で、このさ、ちょっと、お休み30分ぐらい休憩したいな、みたいな帰ってきての間に、私ここ最近3つビデオ上げてるんだけど、そのビデオの中でこう、コメント残してくれてるじゃんか。で、なんかこう、質問を投げかけてくれたりとか、あと、もらった DM とかで、なんか、どうしてますかみたいな感じのやつが何個かあるのね。で、私がさ、それにこう、タイピングして長くタイピングしてるよりか、こうやってビデオで喋った方が私的には簡単だから、ちょっとこういう感じの返し方になるんだけども、まあこういった感じのビデオも作っていけたらいいなと思って、多分一人の人が思ってることって他100人はいると思うからさ、そう、だからなんか、まあ自分のカンフタボーなエリアで、答えられるものとか、があればなんか、そうやって答えていこうかなと思ってね。で、この間ね、もらった DM で、皆さん DM、返信返してないのとかもあるけど、見てますからね。見てる。ちょっと待って、はい、いきますよ。ちょっと初めの方とかはしょるからね。2年後に旦那の転勤でアメリカに引っ越す予定なのです。私自身、資格とかがなく、ホープさんの動画を見ていつも、私も何か必要だなと、思ってるんですが、実際何の資格を取った方がいいのか分からず、今から取れるものがあった方がいい資格とか、アメリカで日本人のワイフの方はこういう仕事をしてるよとか分かる範囲であれば教えてほしいという内容でした。で、これすごくなんか私が今までアメリカで生活してきた中ですごくこう身近で感じてたこととかいうかさ、だから、ね、なんかいいなと思って。まずこの質問で、今から取れるものであった方がいい資格とかって書いてあるの。で、彼女は今から2年先、ちょっと時間があって、この間にこう、どうしようかうんぬんってこう過ごすんじゃなくって、ちょっとまあ、準備満タンで、まあ、アメリカの生活をまあ、スタートしたいっていう感じじゃんか。で、今から持ってたらいい資格は何だろうって考えたときに、私が思ったのはね、個人的にね、私が通ってきた道だと、美容師に最終的に私はあっちでなったんだけどね、あっちで専門学校行って、時間かけて、お金かけて、で、美容師になったんだけど、例えば、こっちで、日本でもう美容師ですとか、美容師の免許持ってますっていう方は、これさ、本当に私が知ってる中だけだけど、2つの州にしか限られるんだけどね、ニューヨーク州と、あとハワイ州だと、日本人の美容師免許はあっちで使えるわけ。仮免許をあっちで与えてもらえるわけ。1年間だけね。で、この1年間の間に、本免許を取るために勉強しなきゃいけないのよ。で、だから仮免許があっちである間1年間働くことは全然できます。法律の下で働くこともできて、だけどその間に両方ともさ、この2つの州は筆記試験だけだったから、筆記試験の勉強して、で、これがさ、日本語のテストじゃないからさ、もちろん英語のテストだから全部。だからそれをどうにかパスできるように、まあ、働きつつ勉強しつつテストを受けてさ、受かるまでね、落ちちゃったんであればまた受けなきゃいけないじゃんっていうのを繰り返して、受かったらその後はもうほら、ね、自分の本免許、その州の免許があるから、まあ本格的にね、何々州の美容師として働くことができるじゃない。だから、まあこれは本当に美容師に限る話だけど、今持ってたりとか、この先ね、アメリカで美容師になりたい。まあ、ニューヨークとハワイだけ、みたいな。なんであれば、まあ、日本で取ってちゃってても、あっちだと使えるよっていう感じかな。でもまああっち行ってもどっちみちまた筆記免許しな、筆記テストしなきゃいけないんだけど、まあ、そういったトリックもあります。で、あと、車の免許。T の時に車の免許を取って、日本で車の免許を取ったじゃん。で、旦那と結婚して引っ越しが分かってて、まあ、引っ越しする前に、日本でインターナショナルドライバーライセンスっていうのをもらうわけ。作るのね。で、それがね、期間忘れた半年から1年間だったかな、忘れたんだけど、まあ、あっちに行った状態で、そのインターナショナルドライバーライセンスがあると、まあ、あっちで運転できるんだよ。そのインターナショナルドライバーライセンスを持っていられる期間の間に、それも同じでさ、そのあっちのドライバーライセンスのテストを受けて受からないと、あっちの免許をもらえないわけ。私は引っ越して3ヶ月以内に筆記受けて、それが一番初めにやることだったね。引っ越した時に。とりあえず免許取らなきゃみたいな、あっちの。だから、引っ越してすぐにもうテスト勉強し始めて、で、私がいた州はさ、ニュージャージー州だったんだけど、そこの州はさ、日本語でもドライバーライセンスのテストを受けれたの。なんだけど、なんか、その、略で受けるからさ、なんかその日本略がすごくちょっとめちゃくちゃっていうのを聞いたことがあって、まあでもどっちみち私は英語で受けようと思ってたから、英語で全部勉強して、で、3ヶ月以内に取りました。だから、あっちに自分で車の免許なくしていく人は結構大変みたいなんだよね。どっちかといえば、その車の免許今日本でも持ってなければ、それ取るのはすごいおすすめかな。したらアメリカ行ったら、まあ州によるんだけどね、なんだっけ、そのテスト、筆記なのか実技もなのかわからないけど、州によって。だけど、免許持ってるの結構大事かなって思います。でね、これは私がやってきたやり方ではないんだけど、今こうやってさ、何年も過ごしてきて思ったことは今になって言えるけど、日本にいてもさ、アメリカの会社の下で働くことってできるじゃない？外資系の会社の中で仕事するっていうことは可能じゃん。でさ、外資系の会社もそうだし、あとは軍の中にある仕事、バイトとかじゃないよ。もう本当に従業員として働くやつね。とかも、まあ、アメリカの会社で働くっていうことでしょ。で、この、経験がある人っていうのは、このままアメリカに引っ越すってなった時に、ね、アメリカの会社で働いてましたから、こういうお仕事をしてましたっていうと、結構仕事取りやすいのよ。ね。で、まずその、外資系もそうだし、その軍の中にあるアメリカのね、ところで働くっていうのも、どっちもそうなんだけど、どっちみち、トイフルかトイックの、スコア、がないと、テストのスコアがないと、アプライすることもできないんだよね。仕事を申し込みすることもできないわけね。だから、私がおすすめするのは、この、TOEFL とか TOEIC のテストを受けて、で、自分のベストの合格点を取る。で、これをさ、取っちゃえばさ、何年経っても大丈夫じゃん。自分にその TOEIC スコアとか TOEFL スコアを持ってるっていうのがあるから。だから、仕事にもアプライできるっていう感じかな。で、そのね、テストを受けるのがまず、簡単に受けれるテストじゃなくって、本当に、期間的に6ヶ月から1年とかも長い期間2年とかさ、もうずっと勉強して、で、まあ、自分のベストスコアを出すっていうやつなので、私もこの間ね、2週間しかなかったんだけど、やったんだけどさ、全然テストスコア低かったの。まあ、これは言い訳させてもらうわ。2週間しか勉強しなかったから。なんだけど、ちょっと大学の関係で勉強しなきゃいけなくてね、少なかったんだけどさ、まあ、それでちょっと経験した。やっぱりこのテストは本当に何ヶ月も時間かけて勉強して、で、自分の満足しないテストスコアなんであれば、もっと受けて、まあ、結構お金かかるんだけどね、毎回。だけど、受け続けて自分のベストスコアを出す。で、そしたら自分のやりたい仕事っていうのがさ、もうスコアによって全然変わってくるわけよ。ね。なんか例えば高額の、お給料のいい系のお仕事欲しいなとかなっても、やっぱり自分の、トイフルとかトイックスコアが低いと、アプリできなかったりするわけね。だから、今からできることっていう話だとさ、その、トイフルとかトイックのテストを勉強して、スコアを持っとくっていうのは大事かなと。思います。で、もしテストスコアを持ってるんであれば、その外資系の仕事にしろ、まあ基地の近くとかに住んでるんであれば、そういう感じでさ、仕事をまあ見つけて働き出すじゃん。で何年かね、1年とか1年半とか働いてる経歴だけでも、アメリカに引っ越した時にさ、例えば、どこどこの部署でなんかジムとして働いてましたみたいなのがあれば、そういう関係のスポットが空いてたら入れるんだよね。だからすごくそれが大事。もう何も手元にない状態でその仕事には絶対つけないからさ、本当にそれこそそこのボスのことを知ってるとか、なんか旦那のお母さんだとかさ、なんかさ、そういうコネがないとね、つけないから、だから、今ね、できることっていうのだと、なんかそのテストの勉強を、トイック、トイフルの持ってるといいんじゃないかなと思うし、この先、例えばその外資系にしろさ、仕事つく予定はないんだけど、でも今時間あるっていうんであれば、ちょっとこのテストを受けとくのすごいおすすめします。英検は正直わからない。なんか会社とか、仕事によって、英検の結果を受け入れないところもあるから、まあ、強いのはトイフル、トイックなんじゃないかなと思うんだけど、その勉強すごいいいんじゃないかなと。思います。私から言えることはね。日本人のワイフはこういう仕事をしてるよ、みたいな。いろいろいるんだよ。本当に。ネイルサロンで働いてる子もいたし、あと銀行のフロントデスクで働いてる子もいたし、あとは、なんか自分でほら、なんかちょっとこう、ほら、それは日本でも同じだよね。なんかちょっとさ、時間があるから、アクセサリーを作ったりとか、ヘアアクセサリーを作ったりとかさ、なんかパーティーグッズを作ったりとか、そういうのを時間あるからやって、こう、イッチーとかで売ってるとか、そういう人もいたりしたし、あとですね、その自分の子供がもうおっぱいから離れて、こうよちよち歩き出してぐらいの年齢になると、トドラーぐらいの年齢ですね、になると、なんかお母さんもお家で子供と二人でこう遊んだり、外に散歩させたりっていうよりか、もっとこう他の子供と遊ばせて、この集団生活を経験させてあげたいとかいう人もいるわけじゃないですか。で、そういった時に、アメリカだとプリースクールとかにね、デイケアとかになってくるんだけど、それがまたものすごくお金がかかるんですよね。アメリカはすごい高くって。だから、それを、払うよりかは、もうお母さん自身が、私もここでお仕事しますんで、働きますんで、自分の子も、学校に行かせてくださいっていう形で、アシスタントとか、あと、まあ、お掃除とか、お手伝いでもいいけど、そういう感じのお仕事をしている人もいました。あと、私たちの子供が行ってた小学校も、まあ、どこの小学校もそうなんだけど、カフェテリアってあるんですよね。で、そこのカフェテリアで働いてるっていうお母さんたちもいましたね。それで、アメリカの学校でいいところが、特にまあ、私立の学校になるんだけど、親がそこの学校で何の仕事でもいいです。働いてると、自分の子供はその学校タダで行けるんですね。なんで、それこそお掃除だけしている、ご両親の方がいて、子供たちはタダで行ってるっていうところもあったし、それこそ先生として働いている方のお子さんが、生徒として同じ学校に行ってるっていうパターンも見たことあるし、なんで結構その、アメリカで、ちょっとゲットなエリア、ね、治安が悪いエリアでどうしても、家がすごい高いからこういうエリアに住むことになったけど、でも子供はどうしてでも、私立とかに入れたいなって思っている方とかは、なんかそういうふうな感じで、自分がその学校で働き出して、で、それで子供を同じ学校に行かせるっていうパターンを結構聞きますね。あとね、ごめんなさい。エディットしたらいろいろ思い出してきて、あ、これも言ってないとかいろいろ思い出してきちゃって、今、ボイスオーバーしてるんですけど、日本人の方で、なんか日本の会社から、英語略をお願いされて、で、在宅でお仕事している人も、見たことあります。で、彼女は、なんかその多分、日本だよね。日本の会社から依頼を受けて、で、日本語から英語にするとか、英語から日本語にするっていう略をして、で、それを締め切りまでに送り返してっていう感じの仕事内容をしている感じでしたね。例えば今言ったそのネイルサロンで働いてるとかさ、そういう場合はなんか、まあそれこそ本当にまた州で違うんだけど、ネイルサロンの場合は、そのネイルサロンが、オーナーがそういう教えられるライセンスとかを持ってたりとかすると、そのネイルサロンで働きながら時間を稼いで、で、まあ学校に行くのと同じだよね。学校行くとさ、何時間行かなきゃいけないみたいなのじゃん。それを働きながら時間を稼いで、で、テストが来た時にテスト受けて受かれば晴れてネイリストみたいな。そういう感じで仕事ゲットしている人もいたよ。うん。だから、そういうやり方もあるよね。働きながら。それはね、ヘアスタイリストも一緒なんだけど、働きながら時間稼いで美容師になるっていうのもある。私みたいに学校にストレートに行くタイプではなくて、そういうのもある。し、まあでもね、あれだよね、ライセンス取っちゃって、もう本当にそれこそ日本と一緒でさ、例えば1ヶ月ぐらいちょっと勉強して、ライセンス取って、で、それの、こう、特別な仕事をするとかさ、そういうのも全然あるんだよね。だから、まあ本当に自分が何が興味があって何をしたいかっていうところになってくると思うんだけど、この今まで話したのはさ、私が知ってることだけだからさ、なんか他に知ってることとか情報ある人はぜひコメントのところに書いてくれればみんなシェアできるからさ、なんかこの先海外生活待ってるとかね、学生になるために海外に行く、大学に行くために海外に行くっていう子だけではなくして、なんかね、それこそ旦那さんの付き添いで行くことになったとかいう人もさ、結局働きたいじゃん。まあ働きたい、もしくは働かなきゃいけない立場になったりとかね。だからすごい大事なインフォメーションだと思うから、ぜひシェアしていただきたいと思います。こんな感じで大丈夫かな。はい、じゃあ次行くね。ここにパソコンがあるんだけど見ます。日本に来てここはいいなって思ったところと、それはちょっとなって思ったところを聞きたいとか、あと逆カルチャーショックのこととか書いてあるんだけど、これはね、なんか改めてビデオを作った方が長くなるかなと思って。だけどこういったビデオってさ、すごくなんか反響があるじゃない。いい意味でも悪い意味でも。だからなんかちょっと時間かけて作りたいなと思うんで、他で作ろうかなと思ってます。あとこれもう一個ね。あと他に、猫ちゃんたちですが、ハワイから連れてくるの大変じゃなかったですか？日本に到着するまでにしばらく引き取れなかったんじゃないでしょうか。だって、私もアメリカ都市住みで猫を飼っているので心配で、どのように引っ越しされたかっていう話なんだけど、引っ越しが決まって飛行機のフライトが決まったじゃん。で、その時に、その決まったフライトのね、ナンバーがあって、で、その会社にさ、まあ猫がいますと。で、一緒に連れて行きますかっていう話をして、で、カーゴ。彼らはね、結局カーゴで行くっていう形で全部取引を始めたの。で、そう結構大変だったんだよ。私がもう E メールで、もうね、ちょっとね、大変すぎて忘れちゃった。大変すぎて忘れたんだけど、E メールを通してすごくそのさ、あと、羽田空港にある動物をさ、こう、やり取りしてくれるところと、E メールでやり取り何回もして、で、そのうちの猫はさ、みんなチップが入ってるから、その番号とかをやって、で、ハワイから来た猫は血統証とかいらないくて、で、なんだったかなんかすげえ忙しかったんだよね。まあでもとりあえず、カーゴに乗って日本に行くっていうのが決まってて、同じ日に飛ぶっていうのが決まってて、なんだけど、当日行ったら、なんか結局、ちょっとさ、行き違いがあって、結局私たちが取った便の、荷物が入るとかじゃん。あそこに猫も一緒に連れて行けるっていう話だったの。で、猫ちゃんはみたいな話言われて、カーゴでもう行くっていうやり取りをしたんで、カーゴの方にも預けてきました、今日の朝みたいな感じで言って、あ、そうだったんですねってなって、で、まあ、結局そっちの手続き全部終わらせてたし、もうレディートゥゴーな感じだったから、彼らはそう、カーゴで、日本に行って、で、私たちは私たちで行って、で、同じ日に着いたので、時間帯的にちょっとずれて到着してるんだけど、ピックアップできたんだよ。だけどね、その猫をそのカーゴのところに行って、引き取るのがものすごく時間がかかるわけ。なんかここに行ってあっちに行って紙をもらってサインしてもらってってすごくかかって、で私たちがさ日本に着いたのが夜だったのね。だからこれからこの何時間もかけてこのねやり取りをしてやっと猫を引き取るっていうのが億劫だったから、その日はね遅くそう日本に着いたじゃんか。だからとりあえずそこに猫ちゃんを預けられるっていうのを聞いてたから、夜の間預かってもらって、で翌日の朝また車でさレンタカーだよねレンタカー飛んで、でその羽田まで行って、でやっと時間かけてさいろんなとこ行ったんで超大変だった。でピックアップできたんだけど、後々聞いた話によるとその私たちが乗る飛行機に、乗れたんだよね。なんだけど私の勘違いといろんなやり取りのあれがあって、結局カーゴに乗ったんだけどっていう感じだから、私はいい例ではない正直な話で、どっちみち同じ日に来れたし、安全に来れたし、だけどそうだね。でもだからやっぱり大変だね猫のねあれはね。その飛行機飛ぶ1週間以内にこうなんだっけ体調の検査とかしに行かなきゃいけなかったりとかで、それのサインとかも必要だったりとかして、結構お金かかったよだから、っていう感じです。全然参考にならない気がするこれは。はいでのぞみさんに聞きたいこと、お金と人生のバランス、自分で教育を受けるにはお金がかかりますよね。でも子供がいると将来の不安から貯金も必要、時間は過ぎていく毎日、今何にどのぐらい投資して未来に何を残すか、どんな風に選択していますか。のぞみさんの価値観を教えてください。前に奨学金も残っていると言っていた件にも触れてほしいです。これかなりディープなんだけど、どこから話すかな。私がアメリカにいた時に行った美容の専門学校に2つ行ってるんだけど、そこお金かかるじゃん、全部タダじゃないからさ。それで行ってた間のお金っていうのは学生ローンをアメリカの政府からいただいて、でそれで払っていました。それで私が学生の間に子どもたちは学校行かなきゃいけないじゃん。でそれもすごくお金がかかったのね。それも学生ローンからお金を出してました。自衛隊もそうだしアメリカ海軍の場合も、ベネフィットがあるわけよね。お国のためにお仕事をするってことはベネフィットがもらえるのね。でその一つが奨学金を与えますよっていうベネフィットだったの。だからうちの旦那はその学生でうちの旦那はねもう海軍でいた時からカレッジを始めてて、だからお仕事しながら大学生やってて、で結局彼はマスターまで勉強したのね。だから、その奨学金ってさリミットがあるからさ、全額を出してもらえるわけじゃないからリミットがあるから、それ以降は彼は彼の、名前で、学生ローンをアメリカの政府からローンしてで払ってっていう感じでやってるので、だからね私も旦那もすごく学生ローンあります。でこの学生ローンって学校でアメリカで勉強した人ってみんな学生ローン持ってるのね。学生ローン地獄なのみんな。だから結構普通なんだよ学生ローンあるっていうのは。でみんなお支払い大変なんだけど、このね学生ローンのいいところが働き出したらお金を返済しなきゃいけないっていうのと、あとインタレストレートがすごく低いっていうのがいいことなんだよね。だから、ローンはめっちゃあるんだけど、借りやすいし返すのも結構なんていうのかな、働き出したらとかさ、少しずつとかさ、そういうふうにいろいろプラン組めるから、そんな感じで私たちはお金を借りて、学生をやってましたし学生をやってます。だからものすごくお金を貯金して、そのために貯金を頑張ってで学校に行き始めしたとかではないわけ。てか私が思うにそんなん待ってたら時間過ぎるでっていう思うんだよね。だからもう貸してもらえる、それこそそういう危ないとこ借りるのは全然ダメだけど、もうそれこそ国がね提供しているこういうプランがありますよ、学生になりたかったらね、なんだろう、貢献するために、社会に貢献するためにこういう資格を取りたいんであればこういう感じのプランを私たちは提供してますよって国って結構やってるんだよ。だから日本がどういう風な提供をしているのかを私は分からないけど、でも私たちの場合はそういった感じの学生ローンとかを散々使ってこういう自分たちに必要なものとか、ね、知識とかさ、ね、学業、ライセンスとかそういうのを取ってます。っていう感じかな。だからそれはね、自分たちもそうだし、子供たちにもそうで、習い事とかにはめちゃくちゃ投資してて、経験とか、ポジティブな経験になることとか、あとこのさ、積み重ねるじゃん、習い事とか学業とかもそうだけど、積み重ねじゃん。この積み重ねがあることによって、この先の将来こんなにいいベネフィットが戻ってくるとかさ、こんなにいいことがね、例えばいいお仕事に就けるとかさ、そういうリターンがあるじゃない。そういうものにはお金をかけるっていうのは私も旦那も賛成だから、そういう感じで投資をしてます。でね、よく旦那と喋る時に、こうね、出てくるんだけど、会話にいるじゃん。なんかさ、自分は勉強も何もしなかったしね、なんか学生のでも一番悪だったけど、こんなことをして億万長者です今は、みたいなさ、そういう人いっぱいいるじゃない。なんか特にね、ソーシャルネットワークとかの時代だから、そういうのをこう、そういうのがやっぱり目立ってさ、ビューアーが増えたりとか、ファンが増えたりとか言って、でそれはそれなりにその人のさ、最高な人生なんだけど、でもね、私と旦那がいつも思うのは、このさ、勉強しませんでしたでも億万長者になりましたとかいう人っていうのは、これだけなの。本当にこの何万人といる中での本当に限られた人で、そういうポテンショナルがあって、もうそういうあるんだよね、その人自身に。だったからこそ、そこが上手にこうさ、出てきて大人になってね、で社会とさ、上手にこうね、なって、それでやっと彼らは億万長者になれたわけじゃん。でそれはあなたもできますよ、だから大学なんて行かなくていいみたいな感じで言うんだけど、でも限られたこのほんとこのちょびっとの人たちなんだよね。だから大学に行かなくてもいいとか、勉強なんてしなくていいってディスカレージするのはあんまり私は良くないんじゃないかなって思うタイプの方で、やっぱり学業をするからね、学業をして知識があるからこそできる仕事っていうのがあるわけじゃんか。でそれだから今の世界こうやって生きてる中で、あ、こういうものが支払える、こういうものやってから、はい、インフレーション来ました、全てが高いね、だけど私はこれだけ勉強頑張ってきて、今こういった感じの仕事に就いてるから、それを支払うことができるとかさ、もうこれはもう今の時代だからっていうのもあるんだけど、私がこうほわっていう感じで今自分の中でイメージしているのは、この自分や大学やってさ、でまあ頑張って8年以内とかにはどうにかこれっていう仕事に就きたいわけ。全部ディグリー取って、で仕事を就きたいっていうのが、まあ8年以内とか、まあ10年以内にはやりたいわけよ。結構長いであるでしょ。だけど学業が私のプランだと6年7年かかる予定なのね。でその間に今ちょっとブランクとかあるかもしれないしさ、ちょっとこのシメスターは休みたいなとかさ、もしかしたらあるかもしれないじゃん。でそういうのを考えて、まあそうだな、8年ぐらいとかでどうにかまあ仕事に就きたいわけ。ね、もしインターンシップとかあったらまたそれもそれじゃんか。だからさ、でそれで8年ぐらいで仕事見つけて、まあそんぐらい学業頑張ったなら、それなりの、まあね、いいお仕事に就きたいわけよ。ね、メディカルフィールドの何かで就きたい。でそしたら、この大きいピクチャーで見るとね、私はそこで働き出して、結構、2つの収入があるお家っていうのはやっぱり強いじゃん。ママとパパがお仕事をしているお家、やっぱり1つのインカムに頼ってると、今の時代大変だよね。どの国もそうだけどさ、どこの国に行ってもそうだけど、やっぱりお父さんとお母さんが働いてるっていうお家はやっぱり安定してるじゃない。でうちはそれが今までなかなか叶いたくって叶わせたいんだけど、なかなか叶ってこなかったのね。なんだけど今ね、こういった感じで私は時間があって、ちょっと余裕もあって、だからちょっと今学業に時間かけてね、でこの先の将来にどうにかね準備してるんだけど、それでそうだね、まあそのお仕事に就きたいです。でついてちょっとお仕事している間に、まあまあ2つのインカムのお家だから、まあそこそこ貯金とかできるようになるじゃんか。でそこでなんで私がアメリカで美容師の免許取ったと思います？まあその時頑張ってた時はね、ヘアスタイリストになるぞとかさ、ね、なんか一人でチェア持って、なんかサロンのね、オーナーになるぞとかいろいろ思ってたんだけど、そのぐらいの年齢の時にそこそこのねお給料をもらえて貯金もできるんであれば、私はその仕事がメインです。そのサイドでヘアサロンとかオープンできるわけじゃん。で、私はもう自分の美容師の免許持ってから、自分がそこで働かなくてもまあ何人か雇ってさお仕事をしてもらって、で私はそのままオーナーっていうだけだけどねっていうこととかもできるわけじゃん。ね、これでこの点と点が私のさ、この何歳になるか分からんけど、そこのでやっと全てが点と点がつながるわけ。だから私はこれを全てやってきたのね、この長年をかけてみたいなさ。っていう感じの今、大きなピクチャーだけど、分からないよ。私は分からない。いろいろ変わるからね。その時の状況とかさ。だから、っていう考えだけど、でも言うことは大事だし、考えることは大事だし、自分で想像することはすごい大事なことだから、そういう風になったらいいなと思って今コツコツ頑張ってる感じです。はい。あ、フロリが帰ってきた。はい、という感じでね、変な終わり方になっちゃったけど、長くなりましたが見ていただいてありがとうございました。こういった感じでコメント返しみたいのできたらいいかなと思います。まあそれはこの何回も言ってるけど、カンフォータブルなエリアでね、私が、答えたいなと思うぐらいのエリアのやつで答えれそうなのがあったら、ぜひやらせていただこうと思いますんで、これからもよろしくお願いします。ではありがとう。バイバイ。